おはようございます。こんにちは。こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。警察、カビテでフィリピン人パートナーを殺害した容疑の米国人を逮捕。バクーア警察は、被害者の息子から母親が行方不明になっていると聞いて通報された。フィリピンのカビテの警察は、5月9日火曜日バコール市でフィリピン人の同性相手を殺害し、その後死体をプラスチックドラム缶に遺棄した疑いのあるアメリカ人駐在員を逮捕しました。カビテ州警察署長のクリストファー・オラソ大佐の報告により、被害者はミラロス・ロス48歳と判明し、遺体は彼女の住居で青いドラム缶の中から発見されました。被害者の遺体はプラスチック製のゴミ袋の中に入れられダクトテープで封印されていた。警察は火曜日の午後1時30分頃、バクール市ハベイチのサンテロサブディビジョンのロット7、B2、バランガイハバイ、1にある被害者の家で、容疑者のアメリカ人ミリアム・トーマス・ワース、71、を逮捕しました。警察によると、バクーア警察に行き、母親が行方不明になったと報告したのは、被害者の息子で CAA ラスピニャスに住むにのジェイロス・ロス、21、だった。彼は5月5日に母親を見たのが最後だという。バクーア警察は息子にまず母親のルームメイトに母親の居場所を聞くように言い、ニノジェイはそれを実行した。ニノジェイは自宅で容疑者を発見したという。ワースに母親の居場所を尋ねたところ、容疑者は知らないと答えたという。しかし家の中の悪臭に不審を抱いた息子は再び警察署に戻り助けを求めた。犯行を発見したのはニノジェイに同行した警察である。その後、カビテ州科学捜査隊も現場から3本のナイフとナイロンロープを回収した。また当局は、容疑者の体の様々な部分に傷があったことを指摘した。警察によると、被害者の遺体は死因を特定するために解剖されるとのことです。ワースは現在バコール警察に拘束されており起訴される予定です。警察はこの事件に関してアメリカ大使館にも協力を求めると述べている。以上となります。今日も、目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録といいねボタンのクリックよろしくお願いします。私のやる気のバイタミンになります。よろしくお願いします。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。